まあ、オフェンス、ディフェンス、まあ、リバウンドはともに上位という両チームではなく、おっと、ハンドワンです。このフィジカルがやっぱり。って今言っていますし、あと何よりこのファウルを多くもらうんですよね、今年は。そうですね、やっぱうまく狙っていきましたね、高橋選手。そして、あっと、リュープ、おー、シェフィックを。そのままポストアップ押し込んでいって、ミスマッチになった。あ、ナイスリバウンド。あー、しかし、これは。まあ、ペイントエリア内のところにボールが入ったときに、やっぱり中への寄りが素晴らしいですね、千葉は。そしてミックロの外、中は絞っていきますよ、千葉。アウダ、松崎、須藤、そしてオリバーが外に控えていますが、ノールック、松崎、いいプレーでした、うん、決めてきました。スリーポイント2本やられてますんで、この戻りは早く対応したいですよ、横浜。ムーニーがリバウンドから、富樫、あのシュート決めてきました。決めてきますね、どうしてもマッチアップが富樫選手に対して河村選手がついてるんですけど、逆に速攻をこうやられた時にこれうまくつけない場合があるんですね。そのまま赤穂はこのビッグロに対してのファウルが重ねますが、フリーを作ってスリーポイント。いやー、よく見てました、今3人いってたので、ここにしっかりね、ふうにもう一度リバウンド、これもファイブアウトから打って、これを決めてくる、あの距離のあるところもしっかりとまた決めてきます。まあ、ボーナスまでいっても千葉からするとこれフリースロー決まってないうちはファウルしていても、そうですね、縮められていないわけですからね、個人ファウルがね、ない選手だと。そうですね、いや、これもだもう完全にゾーンに入っています。おっと、引っ掛け落ちしましたが、西村よく狙ってますね。リバウンドピックロー、そしてピックローのバックショット、リバウンド、ナイスリバウンドでした、本当にこのまた強力なチームになってますからね、千葉が。そうですね、守備のところですね、ディフェンスのところがより強化して、森、周りを見ながら、アウダ欲しがりますが、おっと、スティールだ、米山、そのままか、非常に速く走ってますから、そこのちょっとフォローが逆にできなくなってしまってるので、いや、これはいい企画的な。おっと、はい、ディフェンス効いてますよ、ポイントまでターンオーバーです、ノルクで、ジャクソン、アウェイの千葉レッツ、中地区首位として横浜 B コルセアーズ意地を見せたいという試合ではありましたが、ただやはりこの16連勝中唯一の30勝というチームは強かったというね、いやー、強かったですね、